りあえず準備は万端ですね。ティオ、何をやっているんだ？ええ、明日の突入に向けてメルカバのシステムの最終チェックをしていました。私はロイドさんたちと一緒にメルカバを降りていくつもりですが、通信ターミナルを押さえた後のハッキングなどはヨナとフランさんにお任せする必要がありますから。そうか、なんだか大変そうだな。何か俺に手伝えることはあるか？いえ、特には。明らかに私の分野ですし、ヨナもいるので十分です。ロイドさんはリーダーらしく、どんと構えておいてくれれば十分かと。いやいや、明日の準備とかいろいろあるし、ま、その調子ならここは任せてよさそうだな。そういえば一つだけありました。実はロイドさんに相談したいことがあるんです。相談？何か悩み事でもあるのか？いえ、ここではちょっと。そちらの用が済んだら後でメルカバの甲板に来ていただけませんか？わかった。俺でよければ喜んで相談に乗らせてもらうよ。よろしくお願いします。そういえばティオが相談したいことがあるって言ってたな。どうする？明日の準備を済ませておくか。あれ？ティオ？ティオ？ロイドさん。珍しいな、声をかけるまでティオが気づかないなんて。そうですね。明日の準備一通り済ませたよ。万全とは言えないけど、他のみんなの大変さを考えたらこれが精一杯だと思う。はい、キーヤや課長たちと会うためにも頑張らないといけませんね。それにコッペも心配ですし。そうだな。そういえばヨナは見知らぬ送りにされたけど、財団のロバーツ主任は今どうしてるんだろう？状況が状況だし、レマン自治州に帰ったのかな？いえ、どうやら主任は財団からの退去指示に応じなかったみたいです。マリアベルさんたちに奪われた動力ネットの状況をチェックするため市内に残っているみたいで。まあ、あの人のことですから、のらりくらりと追及を免れているとは思いますが。そっか、ちょっと心配だな。だけですが。ロイドさん、相談乗ってくれますか？ああ、もちろん。ひょっとしてさっき見ていた手紙のことか？気づいていましたか。昨日アッバスさんのルートで私に届けられた手紙。共和国のアルタイル市に来ている私の両親からのものです。え、それじゃあレミフェリアからわざわざティオに会いに？はい、クロスベルが独立してから手紙や通信による連絡も取れず、財団からの情報を頼りに国境の町まで来ているそうです。現在貨物以外の行き来は完全に制限されてしまっているので足止めされているみたいですが。そうか、だったら話は早い。この船でアルタイル市まで。必要ないです。すでに私が無事という情報は同じルートで伝えてもらいました。それに今会ったら心が乱れて明日に支障があるかもしれません。でも。そん
な顔をしないでください。この事件が解決したら両親には必ず会うつもりです。ロイドさんのおかげで少し里心が出てきましたし。みんな離れ離れになって不安で寂しくて、ロイドさんが指名手配されたと聞いて心配で胸を締め付けられて本当に嬉しかったんです。ロイドさんとまた会うことができて、その時に思ったんです。私は生きているって。誰かを大切に思うことで人と人の間にちゃんとあるって。どう生きたらいいのか、どうして生きているのか、3年前ガイさんに聞こうとした質問の答えが分かった気がしました。ティア、それからエリーさんやランディさんたちとまた会えて、みんなで一生懸命キーヤのためにここまで来て、そしてこの手紙を読んで、まるで氷が溶けるみたいに素直な気持ちが湧いてきました。久しぶりにお父さんとお母さんに会いたいって。よかった、本当によかった。きっかけについてはちょっと照れくさいけど、でもティオがそう思えるようになったのは俺にとって何よりも嬉しいよ。ロイドさん、二つお願いがあります。聞いていただけませんか？ああ、何でも遠慮なく言ってみてくれ。その一つは頭を撫でてもらうのもすごく好きなんですが、さすがにこんな綺麗な夜には少し子供っぽすぎる気がします。そういうもんかって、確かに俺も兄貴やランディにされたら子供扱いされてる気分になったな。それじゃ。とことん付き合わせてもらうぞ。はい、もう一つはなんとか事件が一段落して両親がクロスベルに来られたら一緒に会ってほしいです。ああ、もちろんさ。一度挨拶したいと思ってたし、でもそんなの言われるまでもないと思うけど。いえ、ただの挨拶ではなく、私がクロスベルに残る理由を分かりやすく説明したいんです。そうでないと二人とも納得してくれないでしょうから。みんながいて、ミッシーもいて、動力ネットもあるクロスベルが大好きというのもありますが、それ以上にどう生きたらいいか、どうして生きているのか、その答えをくれた大切な人のそばでこれからも暮らしていきたい、そう伝えようと思っています。ちょっと待った。それじゃまるで。なんでもって言いましたよね。もうわかった。無事事件が一段落したら一緒に挨拶させてもらうよ。今からなんとか言い訳を考えとかなきゃな。頑張ってください。
作戦を開始する。クロスベル警備隊所属独立解放部隊および新郎部隊、オープンコンバット。イエスマン。迎撃を開始する。相手は白衛戦の達人どもだ。クーガーを出して距離を保て。いや、血は気に肉を踊る展開ですね。では始めるとしましょう。かしこまりました。獣どもを駆逐しつつ敵両兵団を翻弄する。狙撃に気をつけながら懐を食い破れ。北口と東口では戦闘が始まったみたいだな。なあ、ヤバくないか。これでソーニャ司令の部隊がこっちに攻めてきたら。大丈夫だろう。政治的な問題が決着するまで静観するって話みたいだし、とにかくケリがつくまで俺たちはただ待ってりゃいいさ。そんな日和美さんの考えでいいのかしら。なんだこの音。どこかで赤いアイオン。ごきげんよう。でもこのパテルマテルをあんな人形さんたちと一緒にしないで、はるかにかっこよくって頭がよくって頼りになるんだから。まさか敵なのか。兵士さんたちはどうでもいいけど、踏みつぶされたくなかったら下がっているといいわ。ほら来たわよ。青色のアイオン。
いいから下がりなさい。その程度の戦力で介入できる勝負じゃない。鉄橋まで下がるぞ。レン、無茶しないで。私たちも全力で援護するから。パテルマテルを強化されたけど、それでもパワーはあちらが上だ。翻弄しつつ勝機を見出すしかない。うん、分かってる。これ以上あの人たちが暮らす地を勝手にはさせない。行きましょう。エステル、ユシュア、パテルマテル。ツンツン頭の神父が言ってた助っ人ってのはエステルちゃんたちだったのかよ。ああ、本人たちたっての希望でリベールから連れてきたらしい。それよりチャンスだね。うん、光学迷彩を解除しつつ南口に降下する。船底のハッチから降りるがいい。分かった。よろしくお願いします。エイドスの加護を。皆さんどうか気をつけて。私は上空から取材をさせてもらうわ。ま、こっちも動力ネットからバックアップはしてやるぜ。なんとか課長たちと連絡を取りたいけど、なんだこの青白いモヤは。まるで総員や塔で出ていたような。人通りも全然ありませんね。まあ町の外で戦闘が起こっているから避難してるんだろうけど。ティオちゃん、なんだ、どうした。中央広場から共鳴音が聞こえます。あの大金です。何？行ってみましょう。これはクロスベル氏を包んでいた結界と同じような。
多分同質のものです。そして金の共鳴がこのモヤを発生しているのかと。おいおい、何のために。これは気をつけて、周囲から来ます。しかもこれは星見の塔にいた。同じ魔導のゴーレムですが、はるかに危険そうです。とにかくぶっ倒すぞ。ああ、撃破する。敵出現、めんどくさいです。良いデータが取れました。お疲れ様。どうしてあんなのが街中に。まさかおじさまたちが放ったとか。そんな絶対に許されないです。でも可能性としてはそれが一番ありそうだね。どうやらこの金も関係していそうだけど。また来ます。やばいな。なんとか突破しないと。課長、ダドリーさんも。やっと来たか。話は後だ。こちらについてこい。はい。合点承知だぜ。ああ、ティオ君が無事でいてくれたなんて。しかもヨナ君も無事解放されたんだって。もうこれで思い残すことはないよ。主任、感激しすぎです。でもご無事で何よりでした。はあ、ティオ君が僕の無事を喜んでくれるなんて。1日100回以上エイドスにお祈りを捧げた甲斐があったよ。さすがにうざすぎです。それにしてもよくこんなに集まりましたね。やっぱり大統領への反感が高まってるってことか。ま、当然だろう。昨日だっていきなり全市内に戒厳令と外出禁止令が出されてな。その後
青白いもやが立ち込めたと思ったら、あの有様だ。もはや断じて見過ごせる状況ではない。さすがに逮捕令状は取れませんが、現行犯逮捕という形で大統領一派を抑えるしかないでしょう。はい、そうですね。それしか方法はなさそうです。あの、市民の安全はどうですか？今のところ戒厳令と外出禁止令におとなしく従っているようです。町の外で戦闘が起きているのも影響しているのではないかと。でもいきなりだったから備えのない市民も多いみたいでね。市民会館やホテルなんかに避難している人もいるみたいだし、かなり困ってるんじゃないかな。なるほどな。一刻の猶予もありませんね。しかし大統領一派を抑えるとなると、オルキスタワーを攻略する必要があるってわけだね。ああ、すでに大まかな段取りはできている。市内に残った遊撃士たちと連携もできそうだしな。あとはお前らが来るのを今か今かと待ってたってわけだ。課長、待っててくれて感謝です。それで具体的な段取りはどのような？現在タワー前には先ほどの魔導兵の大群が守りを固めているようだ。それをここにいる全員と遊撃士たちで強襲する。その隙に突入チームが車両でオルキスタワーに突入、そのままタワーの制圧を開始するっていう段取りね。なんていうか、かなり強引な段取りだが、勝算はあるのかよ。どうやら国防軍のほとんどは市外に回されているらしい。おそらくタワー内にいるのはアリオスをはじめ少数のはずだ。ジオフロントからのルートは相変わらず封鎖されとるからな。この辺りが現状で取れる最善の策といったところだろう。なるほど。そうなるとその突入チームというのはもう決まってるんですか？いや、これからだが。お前たち、まさか？ええ、できれば突入チームは俺たちに任せてください。タワーにいるキーヤをこの手で取り戻すためにも。ああ、そいつばかりは他の連中には譲れねえな。タワー内のセキュリティなら私がいれば役立ちます。私もベルやおじさまを直接問い詰めたいと思います。一度国防軍として彼らに加担した身ですけれど、だからこそ放っておけません。まあこのメンツだったら修羅場もくぐり抜けてるしね。チームワークのことを考えるとうってつけなんじゃないかな。きっとお役に立ってみせます。お前たちやれやれ、あのひよっこどもがすっかりいっちゃ前の顔になったもんだ。課長、ま、いいだろう。突入チームはお前らに任せる。だが全ての段取りが整ってるわけじゃなくてな、もう少し待ってもらうぞ。というと？オルキスタワーへのハッキングを進めている最中なんだ。あと1時間ちょいでアクセスが可能になるはずさ。あ、本当ですか？ああ、そうなれば突入チームへのバックアップもしやすくなるし、通信妨害も解除できるだろう。それとギルドや各方面にも改めて連絡を入れる必要がある。とにかくお前たちが突入チームに回るという前提で最終的な段取りを詰めるぞ。それじゃあダドリーさんも突入チームに？ああ、通商会議の警備でオルキスタワーの構造にも通じているからな。市街地を行くならある程度案内もできるだろう。それに大統領の逮捕ともなれば支援課だけに任せてはおけん。やれやれ、またかよ。もはやお約束ですねでも助かります。突入に使用する動力車ですけど、本当に支援課の車両？ああ、現時点で一番馬力とスピードの双方を合わせ持っている車種だ。市街地を強行突破するにはまさにうってつけだろう。確かに。まあ支援課に残っているなら利用しない手はないよね。ですがこの数で市街地を動くとさすがに目立ちそうですね。
ならば同行するメンバーを絞り込むがいい。それ以外のものはここで待機していればいいだろう。了解しました。クロスベル市解放作戦、いよいよ明日に迫ったわね。ベルやおじさまに会ったら一連の事件の真意を問いただして、できるなら説得したいと思ってる。でももしそれが叶わなかったら、対立は避けられないだろうな。ええ、もう私もその覚悟はとっくにできている。危険を顧みずに手を貸してくれる多くの人たちに報いるために、何よりキーヤちゃんを取り戻すためにも、私たちは絶対に負けるわけにはいかないのだから。なあエリ、そんなに一人で気負う必要はないんだ。ディーターさんやマリアベルさんは俺たちにとっても親しい人たちだった。だからその重みはエリーだけじゃなく全員で背負っていくべきものだと思う。明日は一緒に頑張ろう、エリ。俺やみんながついてるからさ。そうね。ありがとう、ロイド。おかげで気持ちが楽になったわ。どういたしまして。あの、ロイド、明日の準備を済ませたら、後で甲板に来てくれない？できれば、その、二人きりで話がしたいな、なんて。わかった。俺でよければ行かせてもらうよ。ありがとう。それじゃあまた後でね。そういえばエリーと話す約束をしていたな。どうする？明日の準備を済ませておくか。エリー、先に来ていたのか。うん、ロイド、お疲れ様。明日の準備、もう終わったの？ああ、一通りはね。さすがに万全とは言えないけどさ。不思議ね、こんなにも危機的な状況なのに。なぜか不思議なくらい心が落ち着いているの。ベルのこと、おじさまのこと、キーヤちゃんのこと、不安なことや心配なことはいくらでもあるのに。そっか、俺も同じかな。腹がくくれたというか、やるべきことが見えたというか。これもエリアみんなのおかげだと思う。ありがとう、本当に。お礼を言うのはこちらの方よ。本当なら不安と焦りで潰れていてもおかしくないのに、あなたがいてくれたから私は今ここでこんな風に立っていることができる。ありがとう、本当にあなたがいてくれてよかった、エリー。
お役に立てたのなら光栄かな。少しはリーダーとしてみんなの頼りになれるくらいには成長できたってことか。あなたはとっくに私たち全員のリーダーよ。出なかったらこんなところまでみんなで来られなかったと思う。でも私が言っているのはそういう意味じゃないわ。今回の事件どう決着したとしてもクロスベルは大変なことになるわ。多分私たち支援課も今のままではいられない。それぞれがそれぞれの力を最大限に活かせるような立場で努力していく必要がある。クロスベルを立て直すために。ああ、俺はこのまま警察で、ランディは多分国防軍が警備隊に戻ったら協力を要請されるかもしれない。ティオは財団に戻るかもしれないけど、もしかしたら動力ネット方面で。そしてエリーは有事における行政外交方面での危機管理。多分私に求められるとしたらそういった知識と能力だと思う。そして私はこれまでの留学でそうした勉強を積み重ねてきたわ。まさに今回のような事態に対応できる力を手に入れるために。そうか。よかった。少しはそんな風に寂しく思ってくれたみたいで。大丈夫、エリーならやれるさ、なんて励まされたらどうしようかと思っちゃった。本当ならそんな風に言えなきゃダメなんだろうけど、そう簡単には割り切れないみたいだ。それはどうして？ティオちゃんやランディがいなくなるのと同じ理由で。それは答えてロイド。今私に不安があるとしたらあなたがどう答えるのかだけ。もう分かってるんでしょ、どうして私が話がしたいって言ったのか。エリー、最初はさ、ぼんやりとした憧れだったんだ。その子は可憐で凛として、それでいて包容力もあって、出会った時からいろんな意味で綺麗な人だなって思った。これでも最初はカッコつけて平気なふりして話していたけど、白状するとずっとドキドキしていたんだ。ロイド、さすがに1ヶ月もすれば住む世界が違うお嬢様なんて風には思わなくなったけど、それでもずっとその子の同僚であるということは俺にとっての密かな誇りだった。その子の相談を受けたり、ささやかだけど力になれたのは俺にとって何よりも嬉しかった。そして1年近く経って、楽しいことや苦しいことを全部一緒に乗り越えてきて、離れ離れになったけど、やっとの思いでまた会えて、今もまた出会った時みたいに、いやそれ以上にドキドキしている。ロイド、好きだよエリ。仲間として、家族としてだけじゃなく、一人の女の子として。君があの時の続き、やっとできたかな。ずっとずっと待ってた。ごめん、待たせて。たとえ仕事で同じ道を歩けなくなったとしても、ずっとお互いを必要とし、支え合って前に進めるような、そんな関係になってくれるか。
よう、ロイド。ランディたちは武器の整備をしてるみたいだな。ああ、なんつっても明日の作戦は今までで最大の山場だろうからな。ベルゼル川の出番もあるだろうし、いざって時のためにも念入りにやっとかねえとな。今までドタバタしてあまり機会がなかったけど、俺も今夜のうちにトンファーを手入れしとこうかな。おお、やっとけやっとけ。お前のはライフルと違って精密部分の手入れなんかは必要ないだろうが、磨きを入れてやるだけでもだいぶ違うもんだぜ。そうだな。それにしてもランディって意外とマメだよな。そのライフルだけじゃなくスタンハルバードの手入れも毎日欠かしてないみたいだし。ま、武器の手入れは処方中の処方だからな。それこそ絶世の美女を扱うように優しく丁寧に扱わねえと。じゃねえと戦場で余計なトラブルが舞い込んじまうことだって。悪い、もしかして余計なことを思い出させたか。何謝ってんだっつの。でもそうだな、そろそろ話してもいい頃合いかもしれねえ。なあ、後で暇だったらメルカバの甲板にでも出ねえか。ちょいと付き合ってほしいことがあるんだけどよ。わかった、後で行かせてもらうよ。そんじゃまた後でな。俺もこいつの整備が終わったらすぐに行くからよ。そういえばランディが話したいことがあるって言ってたな。どうする、明日の準備を済ませておくか。よう、来たか。ランディ。ったく、誘っといてなんだが、こんな夜に野郎相手に時間割いてんじゃねえっての。ちった色っぽい話をする相手はいねえのかよ。余計なお世話だっての。それに作戦前だし、そんなことを考える余裕はないさ。バッカ、そういう時だからこそ落とすチャンスなんじゃねえか。ロイド、私不安なの。大丈夫だ、俺がついている。ガバーッっていう黄金コンボが使えるだろうが。最後のは飛躍しすぎだろ。ランディがモテるっていうのがなんか眉唾に思えてくるんだけど。何を。明日の準備は終わったか。ああ、正直万全とはとても言えないけど、ミレイユさんたちのことを考えたら贅沢は言ってられないしね。まあな、レジスタンスやヘイユエ方面は多分両兵どもが出撃するだろう。オジキやシャーリーは簡単には出てこないだろうが、それでもガレスあたりが出たら相当厳しい戦いになるだろう。そうか、赤い星座、聞いていた以上の戦闘力だな。大陸西部最強と言われてるのも頷ける気がするよ。ああ、歴史だけで言うなら中世の暗黒時代に遡るからな。ベルゼルガー、オルランド、当時から名の知れた戦士たちの一族だったらしい。常に最新の戦闘技術を取り入れ、特殊な鍛錬法で肉体を強化することで最強と呼ばれ続けた戦士だ。それが近代になって両兵団となり、一族の紋章だった赤いサソリを名前として掲げたってわけだ。そうだったのか。ひょっとして前に旧市街のレースをあんな形式でやったのって。よく気づいたな。
あれは赤い星座で行われる戦闘訓練をアレンジしたものだ。もっとも本来はより実戦に近い、いつ死んでもおかしくない代物でな。ガキの頃から毎日のように地平道を吐くまでやらされたもんだぜ。なるほど、それをランディに仕込んだのが刀身と呼ばれた親父さんか。ああ、バルデル・オルランド、まるで鋼鉄の獅子のように厳しく容赦のない親父だった。3年前、俺はその刀身から一つの任務を与えられた。宿敵ともいえる両兵団、西風の旅団の2号中隊、そいつらを俺の部隊で殲滅しろという内容だった。敵兵力はこちらの倍、実力が拮抗していることを考えると、正直厳しすぎる戦力差だった。だがこちらには奇襲と地形を利用できる強みがあった。そして俺は日頃から補給のために立ち寄っていた村を利用した。奇襲で陽動を行い、片方の中隊を村に引き寄せて崖崩れを起こすことで分断し、もう片方を一気に潰した。そして村外れの納屋を爆破することで敵の混乱を誘い、村から退却するルートを読んで、そこに全火力を集中して撃破した。村人の犠牲は一人も出さないつもりだった。だが戦場における見込みなんて流動的で当てにならねえもんだ。結局撃破するポイントは50アージュほど村寄りになって、一軒の雑貨屋を巻き添えにした。多分両兵仲間以外で初めてダチと言えるやつだった。任務がない時はたまに酒場で一緒に飲んで騒いでナンパして、いずれ町に出て自分の店を持つのが夢だって言ってた。その夢も命も全て俺が奪った。合格だ、ランドルフ。この試しをもってお前は次の投資に決まった。兄貴の後を継げるようこれからも精進するがいい。閉まらねえ話だろう。別にそいつが死んだショックで戦場から足を洗ったわけじゃねえ。両兵としての生き方にうんざりしたわけだもんね。俺はただ分からなくなっちまったんだ。いつか自分の店を持ちたいっていうあいつのささやかな夢と、いずれ刀身となって死ぬまで戦い続ける俺の人生の、果たしてどちらに意味があったのか。ランディ、多分それが俺が背負った業なんだ。ランドの一族に生まれながら修羅になりきれず、中途半端に戦場に生きてきた俺自身の、ランディはその業を断ち切るつもりなんだな。あのおじさんを乗り越えることで。まあな、親父が死んだ今それ以外に俺が業を断ち切る方法はない。今の俺自身の力と足場を持って、あの化け
その時にやっと3年前のケリをつけられそうな気がするんだ。これ以上ただ流されることなくな。そっか、当然相棒としては協力させてくれるんだろうな。ああ、よろしく頼む。できれば一人でケリをつけたかったが、さすがに相手が悪すぎる。悪いが当てにさせてもらうぜ。ああ、もちろんさ、相棒冥利に尽きるというか、頼りにしてくれて嬉しいよ。だからだらしなこと言ってんじゃねえっての。へっ。それは酒、ラム酒だ。結構な上物でな。あいつと一緒に村の酒場でボトルキープしていたもんさ。そうか、ライフルと一緒に預けてたが、なんとなく手がつけられなくてな。だが今ならやっと残りを飲み干せそうな気がする。決戦前夜の景気づけだ。一杯だけ付き合わねえか。ああ、いただくよ。無理すんなよ。少しだが結構きついぜ。まあもう成人してるし、このくらいなら大丈夫さ。乾杯しよう、ランディ。あ、結構来るな。言わんこっちゃない。まあそいつが大人の味ってやつだ。だから自分だけ大人面するなってば。なあランディ。ああ、なんだ。事件が一段落ついたら裏通りのジャズバーに行こう。そこで新しい酒をボトルキープしないか。できればもう少し大人しめのやつをさ。そうだな。ああ、繰り出すとすっか。